皆さんこんにちは。旅ツアーティストパリピンターのシュウです、今日もね、湯河原に来てるんですよ。まあその前にね、小田原でちょっとマッサージ屋さん行ってきてから、温泉入りに来て、これから帰るという感じです。今日はその模様をお届けします。いやーなんか雨がすごいことになってて、結構降ってるんですけど、小田原でね、今日はマッサージ受けに来て、帰りに湯河原で温泉入ろうかと思ったんですけど、ちょっと今どうしようか迷ってます。このまま帰った方がいいかなとかね思って、ちょっとこう今雨宿りしながら考えてます。結局湯河原で降りちゃいました。なんか歩いてすぐのところに温泉あるんで、ちょっと入ってこようと思います。あ、本当歩いてすぐだ。ここですね、ホテル鶴山湯河原ラドンセンター。なるほど、このロッカールームで一回着替えて荷物入れるんですね。いやー本当はここのハンバーガー屋さんも行きたかったんですよね。さあここは昼2時までなんで、結構値段も手頃で今度来ようと思います。湯河原はね、駅出てすぐデニーズもありますしね。なんだかんだね、こじんまりしてますけど、すごくいい感じなんですよね。本当。ここもちょっともう閉店になると思うんであれですけど、気になるパン屋さんもあるしね。駅から歩いて2、3分ですからね。ああ、今日もいい余裕入って。温泉入っていい一日でした。はい、今日は、小田原でマッサージで湯河原で温泉という、まあそうですね、プチリトリートという感じですかね。ゴールデンウィーク初日は、なかなか満喫というかリラックスできたんじゃないかと思います。雨がすごかったですけどね。まあ雨は結構降ってましたけど、なんかてか湯河原行くとき大体雨っていうか、この前も雨だったんですよね。でもまあ、なんていうか、そうですね、雨の中でもそんなにたくさん歩いたわけじゃないので、まあ別にそんな濡れたわけでもないので、ちょっとね、リュックが濡れちゃいますけど、まあいいんじゃないかと思います。そう。で、今回ね、行ったマッサージ屋さん、いろいろとね、僕もこの熱海に来てから開拓したというか、ね、結構足の調子だったりとか全体的にもうそうですね、やっぱ仕事柄、結構首とか肩とかかなりガッチガチだったんですよね。今だいぶ楽になって、昨日までがやっぱかなりね、寝るのもきつい、その何ですか、寝る体勢とかもちょっときついぐらいなんかだったんですけど、随分楽になって、でそうですね、今まで何箇所行ったかな、熱海で2つ、2箇所で、あとは小田原も1、2、3、そうですね、3箇所行って、で今回 4つ目だったんですけど、ようやく当たりかなって感じですね。小田原も最初に行ったとこもまあまあ良かったんですけど、ちょっと値段的に、なんて言うんだろう、骨盤矯正とか、こう、整体の方が入ると結構値段してくるんですよ。で、なんかもう、何ですか、
普通に、ちょっと営業っぽい感じが強くて、もう回数券買いませんかみたいな、ちょっと、で、まあ、なんていうか、多分、あそこは、チェーンというかね、会社でやってる感じだと思うんで、ちょっとそこがなんか苦手で、僕は2回だけ行って辞めたんですけど、うん、あとはね、単発で1回ずつ他のとこ行って、それもなんていうか、結構、なんですか、割安というか、コスパがいいやつをね、あ、僕、ホットペッパービューティーで、だいたいマッサージ屋さんとか決めるんですけど、うん、なんていうか、口コミも結構載ったり、あとクーポンが割とあるのでね、で、決めるんですけど、1時間で3000円台みたいなのが、なかなかいいなと思ってやって、まあ、時間的に、まあ別に、その悪いとかではないけど、あんま効いた感じがしないというか、まあ僕もちょっと体もあまりに重症というかガチガチだったから時間足りんかったのかもしれないですけど、なんか、うん、パッとしなくて。で、今回行ったとこはですね、まあそうですね、一応、カウンセリングじゃないですけど、最初の問診が割とちゃんとしてて、あ、そうそうそう、他のとこはね、あんま、そのさっき言った単発行った2つは、もうパッて行っていきなり始めますみたいな感じだったんですよ。あれもなんかやっぱり、ちょっとあんまちゃんと話聞いてくれない感じっていうのもあって、口コミではね、良かったですって言ってるところも、人たちも結構いたんですけど、まあ、名前は出しませんけどね。ただ、今回行ったそのスロリは、その、何人いるのかな？ 2 人いるのかな？そういう、セラピストというか、やってくれる人がね。で、ちゃんと話を聞いてくれ、あ、それだったら、まあ、60分で最初ね、60分3500円っていう、その初回のクーポンあったんですけど、90分でも初回は4800円だったんですよね。で、90分にした方がいいんじゃないかって言われて、まあ、確かに僕も、もし、そう、予約した後、そうだなぁと思ってたんですよね。90分でもいいかもなぁって、結構、僕、足もあれだし、ね、もう肩周りもどっちだけっていうわけにはいかないので、で、それでやってもらったら、それ良かったんですよね。で、しかも、さらに何が良かったかっていうと、今まで行ったとこは施術ベッドなんですよ。よくある、台っていうかありますよね。硬いやつ。まあ別にあれがダメってわけじゃないんですけど、今回は、普通に、なんていうんですか、こう、割とこう、ゆったりした部屋の個室みたいな感じで、で、マットっていうんですか、布団というか、要は、太鼓式スタイルですね。で、ゆったりしてて、しかもなんか、吹っ飛ばすとか、と思って、吹っ飛ばす入ってるとかってそこに説明なかったんですけど、ラッキーやな、みたいな。吹っ飛ばすから入って、で、しかもベビーオイルを使って、そうですね、まあじゃあ足やっていきましょう、みたいな感じで、かなり、まあなんですか、多分、なんかこう、キベラじゃないですけど、なんか使ってこう、足の裏とか、足裏結構ガシガシやってくれたりとか、うん、あとは、ふくらはぎとかもですね、かなり指でやってくれて、まあ、オイルを使いながらだから、だいぶね、経験は最初だと思うんですけど、結構、あとはね、痛みというか、かなり、笑っちゃうぐらい痛いみたいな時もありましたけど、ただ、むくみが多分すごすぎて、ちょっと麻痺したから、まだね、そこまでね、がっちり痛いみたいなのないけど、かなり、うん、重症だったんじゃないかと思います。相当、それを30分ちょっとかけてくれて、足の方に。90分のうちの。あれがよくは良かったですね。今でも、だから足が結構軽いんですよ。いつもより、うん、楽で、帰りも歩きやすくてね。ちょっと、ここ最近の中では一番歩きやすいんじゃないかっていう感じで、あれが、すげえ今ちょっともう、マッサージのことばっかり語ってます。本当に、あれです。もし、小田原方面に行くことがある方は、スローリーおすすめなので、駅から歩いて5分ちょっとぐらいかな。うん。めちゃおすすめです。なので。そうですね。年齢は僕と同年代、もちろん上なのか下なのかちょっとわかんないですけど、の女性の方ですごく、気さくな方で。はい。で、それと、何ですかね。足の方をかなり時間かけてやって、
ってくれて、そっからまあ肩周りとかも、もう結構ガチ痛かったんですけど、随分楽になって、肩の腕の、なんですか、こう、上げたりとかもきつかったら、だいぶ回るようになってきたというか、で、結局その肩周りを楽にしたおかげで、首も相当軽いというか、動きが滑らかになってきたんで、なんか普通にですね。で、多分ちょっと僕はちゃんと読んでなかったかもしれないですけど、太鼓式とは歌ってないんですけど、そのさっき言った、施術のスペースもそうですけど、時々こう太鼓式スタイルの、ストレッチとかを入れてくれるんですよ。なんかまあほぼスタイル的には普通の、なんですか、ジャンルで言うと結構タイマッサージ系の感じなんですけど、それ苦手じゃなければって感じですね。すっごいです。で、僕、夜を見た時が大体その、まあ、みちおさんって方にね、ずっと大体見てもらってたんですけど、そこもやっぱりこう、和室で、布団を敷いて、横になってやってもらうスタイルで、やっぱすごい楽なんですよね。リラックスしやすくて。だから、そういうのも、体育サージのいいとこって当たり外れあるかもしれないですけど、あと値段結構ねするとこ多いんですけど、そこはね本当に値段もお手頃で体スタイルも入れてて、なんていうか、そうですね、なんだろう、口コミね、よかったら書いてくださいって言われたけど、本当書こうかなって思うぐらいの、ちょっと様子見て、今まだね、受けてすぐなんで、明日朝寝起きどうかなみたいなのも見ながら、ですね。相当でも、今まで行った中ではこの辺では一番いい場所だ、とこだったので、もう一回ぐらい行ってもいいかなって本当ちょっと思ってます。相当良かったです。なので、だから本当ちょっと失敗したなと思ったのが、別にダメじゃなかったと思うんですけど、中のね、雰囲気とか、取っときゃよかったなと思ったんですけど、まあなんか調べたら多分出てくるかとは思うんですけど、すごく良かったですよ、マジで。っていうほとんどマッサージの感想ですね、今ね。で、まあその後、どうしようかなと思ったんですけど、まあ本当はね、そのマッサージしてくれた方も、まあこの後本当はね、家お家帰ってゆっくりして昼寝したら一番いいよとは言われたんですけど、あ、温泉行こうかなって実は思っててさ、あ、じゃあ温泉行くよったら全然いいんじゃないっつって、やっぱりリラックスさせてあげるのがいいよって言って、で温泉に行ったと。で本当はね、水月っていう旅館に行きたかったんですけど、連休中なんと、日替わり入浴がずっと休みらしくて、まあね、それは宿泊の方が多いからしょうがないんでしょうけど、で、駅の近くじゃないとちょっと雨だしなって、晴れてたらね、バスでちょっと湯河原のもうちょっと奥の方とか行けたと思うんですけど、とりあえず駅から、まあ、徒歩圏でっていうところで、さっき紹介したホテル城山さんか、ラドンセンター、ラドン温泉ってなんかあの辺では珍しいらしいんですけど、聞きがどうかよくわからないですけどね、まあ一応ラドン温泉と天然温泉と入れますよってとこで、値段が1380円だったかな、バスタオル込みでだったんですけど、まあまあまあかなっていう、悪くはないです。ただやっぱ入ってちょっとこう塩素臭がしたので、湯船があれ源泉かけ流しとかではないので、まあでも一応ね、ちゃんとした天然温泉ではあるので、まあまあ、いいか、まあ悪くはないかなとは思いますけど、まあちょっと値段の割にどうかなって、やっぱ源泉かけ流しがいいんですけど、まあでも一回入ってよかったかなと思います。駅から近いしね。普通にこう、あとは湯上がりどころの感じとかも悪くないですし、雰囲気としてはいい感じですね。でしたね。広さもまあまああるし、で、そうですね、そんなに時間帯的にまあ5時前ぐらいになんで、入ってる人もそんなにいなかったんで、混んでなくてよかったですしね。ただやっぱり、連休入ったからか、駅とかね、かなり人は出てますね、多いです。やっぱ連休だなって思いました。だからまあちょっとこれからのね、連休中ちょっと移動して、あちこち行きたいところもあるんですけど、まあ別になんか、あんまコロナかどうとか気にしてはいないんですけど、
まあ、人は相当出てるなっていうのを、その余裕持って、要するにギリギリでこう走って、なんですか、電車に乗ろうとすると、結構人が多いと、なかなかたどり着けなかったりするじゃないですか。そういうことが、普段より起こりやすいので、時間に余裕を持って移動した方がいいなっていう意味で、人が多いのはちょっと、気にしながら行こうっていうふうに思いました。ということで、まあ、なんとなくね、プチリトリート的な感じで今日は過ごせたんで、ゴールデンウィーク初日にしては良かったなって、いい初日でしたね、と思います。あと連休中に、そうですね、三島もちょっとちらっと日帰りで行ったりしたいなっていうのと、あとやっぱ、そうですね、藤沢か、鎌倉もちょっと絡めて、そっちは一泊してもいいかなぐらいの感じで、まあ二箇所は行こうかなと思ってます。熱海はね、もうね、あんまり行きたいところないんですよね。うん、まあ秋田というか、そうですね、やっぱ湯河原行くと湯河原の雰囲気がいいんでね、どうしてもなんか、そう、熱海飽きちゃったからなのかな。友達来た時にね、行ったとことか、やっぱその伊豆山のあたりとかもね、すごい好きなんですけどね。やっぱ住んでるとね、飽きますね。そんなにすげえいい街としてめっちゃ気に入ってるかって言ったらそんなことはないですね。まあ悪くはないんですけど、それだったら街としては小田原とかの方がよっぽど便利ですし、温泉がないだけで他は悪くはないので好きですけどね。まあそんな感想も含めてちょっと話してみました。まあ明日は普通に仕事行くんで、まあただの語りだと思うんですけど、ちょっとテーマは考えておこうと思います。ということで、長くなりましたが、旅するアーティスト、たりきペインターの地球でした。どうもありがとうございました。